はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。2キャラ削除限定の本格派ハロウィンの、グリッチの時期になってきました。というわけでね、今回のグリッチは昔からやれるね、手順なんですけれども、2のキャラクターをね、消す手順になりますので、ご注意ください。基本2のキャラクターを使ってない人がね、まあできるかなと思います。まあ1のキャラクターには一応影響はしないです。なので、2のキャラクターでオンラインをまず始めて、スタイル変更とかね、アクセサリーとかね、やってね、まあ金色のクルクル出してください。セーブアイコン右下にね、黄色のクルクル出してください。そしてキャラクター切り替えをします。この時に左側はね、絶対にね、削除しないようにしてください。右側の消しちゃってもいいアカウントっていうか、まあキャラクターですね、2のキャラクターだけ、これを四角でね、削除っていう風にね、打ち込んでください。このグリッチやると2のキャラクター消えちゃいますので、まあそれがね、もともとないよっていう人、またはね、作ったけどいらないよっていう人でやってください。やるたびにね、2のキャラクター作ってから削除しないとできませんので、ではね、こう削除っていう風に押すと、こうやってフラッシュして戻ります。そして戻ったら、ここも注意ですね、左側にカーソル行ってますので右側にしてください。そしてね、ここで、GTAオンラインじゃない方、グランドセフトオート5、バツですね、バツをします。そうするとね、ストーリーに戻ります。ストーリーに戻ったら、今度はね、ここから、ゲーム、そしてね、ゲームをロード、そして鳥のアクターを解除しているセーブデータをロードしてください。ロードします。で、まあ、鳥のアクターの場所わかんない人っていうのは、まあ基本物件売却の準備とかで、まあサボテンの石とか結構案内してるんですけども、まあ念のためね、ここがね、一応ね、鳥が出ます。必ずね、空を飛べる鳥使ってください。鶏ダメです、空飛べないのでね。ここをね、サボテンあるので右十字キーで、ね、鳥取ってください。そしてね、それをセーブかけるって感じですね。では、この状態セーブ一度かけます。クイックセーブします。そして次にね、セーブかけた後に、今度はね、タッチパッド長押しで上十字キー1回の丸でディレクターモードを開始してください。この時に鳥のアクターがないとできないので、ちゃんとね、鳥のアクター解除しといてください。そして鳥のアクターはどうやって使うかというと、動物から空を飛べる、鳥ですね、これを選択します。そうすると、まあディレクターモードというね、状態に入るんですけども、これは普段はね、本当は撮影用とかね、そういったものに使うね、まあ機能になりますね。でオプションをして、マップからこのね、右側っていうかね、このね、東側のね、まあ列車が来る位置、または西側のね、軍基地の近くのね、高速道路の端のあたりかな、ここにね、まあマーカーどっちかにね、マークつけてください。でね、行き先マーカーで移動します。そしてこれからね、鳥のウェイステッドっていうのを狙います。まあこのね、鳥のウェイステッドなかなかできない人はね、物件売却のね、やり方っていう方をね、よく確認してください。もう基本一発でね、解説しちゃいます。では鳥の状態で飛びます。で左スティックね、倒しすぎるとね、操作難しいので細かくね、刻むようにしてください。そしてトレーラーとかトラックとかのね、下の方にぶつかるように向かっていきます。ぶつかる前に下十字キー長押ししたまま、右スティックストーリーキャラに合わせる、当たる瞬間に下十字キーパッと離す。警告画面を10秒ぐらいね、待機してください。警告画面を10秒ぐらい待機したら、丸を押してください。そうするとね、ここでウェイステッド、これが出れば OK です。ウェイステッドが出たら、ここからね、15秒を数えるか、画面右下の白いクルクルを8回転数えてください。これ基本ね、初期型 PS4 だと、もしかしたら白いクルクル出ないと思うので、ウェイステッド出た後ね、15秒待機してください。必ず待たないと失敗しちゃいます。そしてこっからの操作も間違えるとダメなので、よく聞いてください。タッチパッド長押しでカチッとなります。上十字キー1回丸を2回です。これでディレクターモードに戻れます。次にね、オンラインに持ち込みたいアクター、これ選んでいきます。例えば動物とか、またはオンラインキャラクターとか、ストーリーのキャラクターっていうのは基本ダメだと思います。エラーしちゃうと思いますね。なのでそれ以外のものだったら持ってきます。例えば、ビーチの住人の、このね、ピッチャピッチャのプリケツお姉さんとか、またはね、エイリアンとか宇宙飛行士ピエロ、それからね、こうやってスパイとかね、まあいろんなね、変なね、キャラクターって結構ありますね。ディレクターモードにはね、まあオンライン上で使えないような、まあ、これコスチュームじゃないんですね。これスキンって言っていて、まあ本当にね、抜け殻っていうかね、本当にもう着ぐるみっていうかな、なんていうかな、まあそういう感じなので、コスチューム保存はできないです。
まあ、このね状態で一応オンライン行けます。例えばまあ珍しいとしたら、まあ、最近ではまあ警察アップデート来んのかなって噂がされているので、まあとりあえずね、例えばロスサントス死刑を選びます。これ四角でね、いろんなパターン選べます。そしてね、選んだら今度ディレクターモードにね、行きますね。ここでタッチパッドを長押しして、上十字キー1回の丸で、これディレクターモードやめます。そうするとストーリーの状態でディレクターモードのこのスキンをつけた状態になります。これはコスチュームじゃないです。スキンといっても本当にね、着ぐるみみたいな感じです。基本は保存はできないです。でこの状態でまあ15秒ぐらいね待機してください。まあよくね、まあ物件売却とかやるときにね、待機してくださいって言ってるようなものと同じですね。では15秒待機したら、ここでね、プレイ中のフレンドさんとかね、まあ、一発で入れるセッション、要するにフレンド限定セッションで待機してる人とか、まあ、同じクルーのね、クルー限定のセッションにいる人とか、そういった人がちょっと必要になります。完全に一人でねソロセッションとか行くと多分ね無理だと思いますね。でここでね、フレンドさんが例えばクルーセッションとかフレンド限定セッションとかを作ってるとします。そこにね参加していきます。参加の方法は、その人とフレンドになってればプロフィールからフレンドをね、まあ検索しますね。例えば DJPPTR というねアカウント、これを検索します。でフレンドになってますね。ではその人を選びます。そして概要からただいまプレイ中というところ、ここね押します。これを押します。で参加を押します。そうすると読み込み入りますね。ここでねゲームがいませんとかなってる場合は、その人ねセッション移動してる可能性あります。または読み込まないという時は、まあセッション移動してるかゲームやめてますので、まあ、違う人を選ぶとか、確実にね入れる相手っていうので、ね、前もってね用意しておいた方がいいかもしれないですね。でこれで参加していきます。このままずーっとまあ待っていますね。まあフレンドさんがね公開セッションとかいると、まあ厄介っていうか、まあトラブルが起きる可能性あるので、例えばね、まあ通報とかね、除外とかねされてしまう可能性あるので、閉鎖されたセッション、要するに招待限定セッションとかフレンド限定セッションでやってください。オンラインに入ると基本キャラクターが0の状態または1のね、ランク1の状態になってますので、カジノのね案内に流れちゃうんですね。めんどくさいんでね、それスキップしました。でこのようにオンラインでこのキャラクターで入ることができます。何ができるかというと、オンラインキャラクターでしかできないアクションとか、そういったものが一部使えます。このスキンによってはかなりねタバコとか使えなかったりとかね、いろいろあるんですけども、まあ比較的ね新しいこういったアクションが結構できます。もしね警察がこんな動きをしてたら結構珍しいですね。これからねハロウィンアップデート、まあクイックアップデートが来ると思うので、そういった時にね遊びでねフレンドさんと限定セッションで遊ぶとか撮影にはいいかもしれないですね。まあこんな感じでね、オンラインに普段まあプレイヤーとして使うことができないスキンを持ち込む方法です。他にもね、エイリアンとか、まあスペースヘルメットみたいな変なのか、なんとかボゴみたいなとかね、まあ、結構いろんなのあります、水着のギャルとかねいろいろありますのでね、よかったらね撮影とかそういうものに使ってみてください。そしてねこの状態で一緒ね、ミッションにはね入れるかなと思います。で一部ね、動物でもね使えるものあります。例えばね魚と鳥以外ですね、例えば猫とか、まあ犬ぐらいまでいけたかな。まあそんな感じでね一部動物も使えるのでね、よかったらねやってみてください。こんな感じで本格派ハロウィンです。